人間が実験動物ってありえないでしょ。人間だって動物じゃないか。俺たちは実験台を探すために散らされたただの歩くレーダーだ。だってこの人動物じゃないだろ。こんなんで成功報酬500万ってさ、あるわけないじゃん。このまま帰ったってバイト代もらえるんだからさ。切ってくれ。いやいや、いきなり斧で腕切れって言われてもできるわけないでしょ。俺は腕を切らないと殺される。あと1時間以内にあいつらが来る。成功報酬を手に入れるチャンスを得たんだぞ。身体実験の手助けして金もらうなんてお前どうかしてるよ。私学費稼ぎたいだけなの。こんなことしに来たんじゃない。早くしてくれ。俺がその実験台だ。